我らに勝利を運んでくれ、共に戦おうパリーグ、トゥルルルトゥルルルトゥルルル。ちょっと韻踏んでみました。ということで、ペルドーもペルドーいたしまして、ニャッソーな大チャンネルです。本日そして明日と、2023年、オールスターゲームね、行われるということで、本日はねその第一戦を、生配信させていただきまして、まあねこのオールスターというところでもありますからね、プロ野球ファン全体でね、盛り上がっていくと、そういうねまあお祭りということで、まあ今日ね生配信やりながらパリーグファンなんで、まあパリーグに割と熱入れ目で、まあセリーグのね選手の応援歌も歌ったりとかして、楽しませてもらいましたと。はい。そして、まあ、結果的にはね、今日8対1で、パリーグが勝利したということでございます。おもろかったっすね。まずね、第一に思ったことが、早打ちも早打ちでしたね。なかなかね、このオールスターっていうところだとね、そのピッチャーの変更とかもすごく回数もありますから、まあ、なかなかそのオールスターで3時間を切るゲームって僕なかなか見たことなかったんですけど、もう2時間半ぐらいで終わりましたかね、試合としては。はい。ほとんどファーストストライクを振っていくから、みんな。それでね、なんか試合展開ポン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 進んでいってね、良かったっちゃ良かったのかな。うん、こうやって早く終わるっていうところはね。ということでね、本日8対1で勝利しましたと。今回のね、このオールスター、いつも通りね、試合後動画を撮っていくのではなく、私はね、これご覧の通り、千葉ロッテマリーンズファンということで、まあ当然この千葉ロッテマリーンズからもね、オールスター4人が選出されておりますので、そのね、一人一人を、今日ちょっと振り返っていこうかなというふうに思います。まあただね、まあ、ロッテファンだけではなくね、このチャンネル、いろんなね、球団のファンの方も見ていただいてますんで、まあちょっとね、まあ簡単ではありますが、僕が非常にね、これすげえなーと思った点をね、紹介していきたいと思います。まずですね、万波中正。途中からね、万波選手出たんですけれども、これ7回の表にね、万波選手打席回ってきまして、なんと、ポール直撃のホームランを放ちました。あつったつれつれつれ、万波ホームラン、あつったつれつれつれ、万波ホームラン、おー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 。そしてセリーグの方を紹介していきますとですね、これも7回の裏、万波選手がホームランを打った直後のね、セリーグの攻撃のイニング、宮崎選手がホームランを放ちました。あつったつれつれつれ、宮崎ホームラン、あつったつれつれつれ、宮崎ホームラン、おー。多くの方が思っている通り、これを歌いたいだけです。まあね、3回の表なんかにもね、ギータにもホームラン出ましたけれども、あつったつれつれつれ、はい、今日もね、ホームラン打つべき選手が打つというかね、そういった試合展開を見ることができました。はい。それではね、早速、本日の千葉ロッテマリーンズの4選手、見どころなんかをね、振り返っていきたいと思います。まずはですね、本日第一戦先発した朗希様について振り返っていきたいと思いますが、今日ね、1イニングだけでございましたね、投げたのはね。まあ今日ね、朗希様の日本人のね、オールスター最速163キロなんかもね、期待されておりましたし、現在ね、朗希様の最高球速が165キロということで、166キロなんかもね、期待されたプロ野球ファンの皆様多かったんじゃないでしょうか。しかし、朗希様の今日の最高球速、161キロでした。まあちょっと抑えめに投げてたかもわからないんですけれども、まあ初球ね、確か156キロとかだったと思うんですけど、朗希様にとっての156キロ、うん、これ絶不調だろ。まあそんなにね、球速とかにはこだわらずにね、投げていたかなっていうふうには思いましたけれどもね。しかも今日ね、フォークが非常に中心となった若月選手のリードでしたね、これね。まあ多分ファンの方はね、もう全球ストレート勝負してくれみたいなね、そういうこともあったかもしれませんけれどもね。そして結果の方なんですけれども、2アウトからね、ノイジー選手にヒットを打たれましたが、次の大山選手を、サードゴロに打ち取りまして、被安打1、まあ、完全試合ノーヒットノーランはありませんでしたけれども、しっかり無失点で抑えてくれましたと。はい。で、なんかその後もね、そのゲストとして解説者のところに行ってね、由伸と朗希が、二人ゲストとして出演してくるというね、激アツでしたね、これね。もちろん普段見れないですから、こういうのは。非常にこれもレアなワンショットだったんじゃないでしょうかね。はい。続きまして、この選手。安田選手について、振り返っていきたいと思います。はい、安田選手もね、今日後半から出てきたんですけれども、結果的にはね、2打数1安打ということで1本ヒット放ちました。そして、これね、試合出場する前なんですけれども、これ2回の裏とかだったかな？ベンチに飛んでくるファールボールを、安田選手がキャッチしまして、はい。これも安田選手のね、ファインプレーということで、もうアウトのランプ1個つけて欲しかったぐらいなんですけれども、これね、非常に安田選手のベンチでの集中力。これがやっぱ光ったんじゃないかなと思います。ナイスプレーでした。そして打席の方なんですけれども、
どっちも初球打ちでした。1打席目に関してはね、あの初球を1、2塁間を抜けていくヒットだったんですけども、プロ野球ファンはロッテの応援歌を歌いたいよね。特にね、2打席目なんかはね、ほんともう後半の後半でしたから、おそらくなんかチャンステーマかなんかが流れたかもしれないんですよね、はい、詳しくはちょっとわからないですけども、しかし初球を打ってレフトフライということで、チャンステーマ歌わせてくれ。ロッテのチャンステーマなんかも本当にね、楽しみにしていた方多いと思うんですけども、うちの安田がちょっと初球打ちをしてしまって、そして凡打になってしまって本当に申し訳ありませんでしたね。続きまして、ペルゴ。このね、僕の今年の外国人の推しの選手、ルイス・ペルドーモ選手も、オールスター選出されておりまして、本日もね、登板期待されてました。マウンドには上がることはありませんでした。ただね、本当にこれ一生見ることができないことが起きまして、このペルドーモ選手、前半三塁コーチャーをやっておりました。これ一生見ることできません、本当に。まあ、なかなかね、カメラには抜かれてはいなかったんですけどもね、このペルドモ選手の三塁コーチャー見ることができまして、これ非常にね、面白かったですね。まあ、その後はなんかベンチでね、まあ、いろいろね、話してたんですかね、はい。まあ、今日登板なかったということでね、まあ、明日登板あると思いますが、3者連続ピッチャーゴロ、期待しております。最後は、種市投手、話していきたいと思いますが、何もありません。コーチャーとかも多分やってなかったですし、まあ多分シンプルに選手たちと話していただけでしたね。はい。まあなんか種市投手と平投手がね、会話してるシーンなんかもね、ベンチ映っていたんですけれども、まさかの YouTuber デビューする種市投手。YouTube についてもしかしたら平投手に聞いてたかもわかんないし、種市投手が逆にサウナーだから、そのサウナについて平投手と話してたかもわかんないですよね。もうスパジャポーめっちゃいいっすよねみたいな。スパジャポー、スーパージャポン、スーパージャポン。まあ、何をね、会話してたかはちょっとここでは聞き取れませんので、当然のことながらね。まあ、種市投手もね、今日登板ないということで、明日ね、リリーフとして登板すると思いますので、そちらの方もね、非常に楽しみにしていきたいなと思います。ということでね、ちょっと千葉ロッテマリーンズの選手について振り返ってはいったんですけれども、ちょっとね、まあ、プラスワン投票ということで、この選手もちょっと振り返っていきたい。今日のとことこオスナー。マウンドに上がることはありませんでした。まあ今日ね、非常に第一戦ということもありますし、まあ、セーブランキングで現在3位のオスナ投手と、最多ホールドのペルドモ投手、このね、ペルドモ、オスナって8回9回来るかともね、思ったんですけれども、今日は2人ともマウンド上がらなかったということで、でオスナ投手でね、貴重なワンショットが今日ございまして、これ何回だったか忘れたんですけど、8回の裏とかだったかな、オスナ投手がちょっとカメラに抜かれるシーンがありまして、でそこでね、なんかオスナ投手が帽子を乗っけてたんですよね、ある帽子を。でその帽子のね、ここら辺を見ていたら、白字で M って書いてありまして、まあその下にはね、当然SH って書いてあるね、黄色の文字で SH って書いてある帽子をかぶってたんですけど、その上にね、白字で M って書いてある帽子を乗っけておりまして、どういうことや、あれこれ戻ってくんの、あ、戻ってくるんだ、あーなるほど、ややこしいわ、押すな、ちゃんとさ、ソフトバンクホークスの一員なんだから、ソフトバンクのユニフォーム着てプレーしてるんだから、それはちゃんと SH の帽子を見せておきなさい。はい、以上です。ということで、まあ、ロッテの4選手を含みまして、5選手振り返らせてもらいました。明日はね、ほんと激アツです。まるでなんか、俺の日なんじゃねえかっていうくらいですね。まず、おそらく安田選手がスタメン出てますよと。そして、種市、ペルドモ、オスナ。この3選手が、まあもう登板することはね、もう今日出なかったということで、確実になってきているんで。明日はね、ほんと僕の日ということで、明日のオールスターも楽しんでいきたいと思います。我らの、我らのパシフィックリーグ。